おはようございます。今日は2018年、6月の30日朝の4時32分です。なんかね、枠の後半でゆいがさんからたくさん閲覧があってありがとうございます。お疲れ様です。まあ、まったりやっていきましょう。お疲れ様です。風船ありがとう。コーヒー牛乳さん、アイテムありがとう。お疲れっす。いいっす、いいっす。はい、お疲れ様です。おはよう。 まだ言ってんの？ まだ言ってんの？ 欲張りだな、本当に。欲張りすぎるでしょ。はい、おはよう。相談？ 相談はいらないかな。 相談はいいや。はい、おはよう。はい、お疲れ。相談に乗るような立場じゃねえかんな、俺はな。匠さん、おはよう。ゆいがさんが発狂してんの、今。まあ、ゆいがさんが俺の名前出すっていう時点でもう昔とは違うんだなって思うよな。がっかりだよな。堂々とドンと構えてて欲しかったけど。いや、わかんない。なんか、ずーっと言ってるらしいよ。ぐち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 。ニコ生で言ってるらしいよ。いや、別に全然喧嘩売ってないよ、俺。子供じゃないんだから。 なんだよ。パイセン最近ニコ生やってるね。はい、わだつ。いや、俺の話題出すときに詐欺師っていう話題しか出てこなくなったら、もうネタ切れだよ。もうディスるポイントがそこしかないんでしょ。もう詐欺師って言って、どうにかしようとしてんでしょ。的外れなんだよ。そうそう、ラブホで寝過ごすダメな大人だから。
いや別にからかってないよ全然リアルでもネットでも泥棒大好きな大バカはいはい、ただいま。生活に困ってる人を救いたいっていうよりも、どうなんだろうな。なんかまあ、なんだろう。まあ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 、なんだろうね。特にないよ。俺も生活保護だったから、なんかこう、生活保護で困ってる人をね、役に立てればいいなってぐらいじゃん。ちょっとでも役に立てたらいいでしょ。泥棒の血が騒ぐ全然大丈夫大丈夫何なんて言ってんのパイセンなんて言ってんの直接言えばいいのにな。 LINE 繋がってんだからな。電話でね、直接文句言えばいいのにね。20分以上弾丸塾とワードをディスってんの引っ張りすぎでしょ、いくらなんでも。生活保護を受けられない人っていうか、受けてる人と、まあ受けざるを得ない立場の人に情報提供って感じかな。ゆいがさんはニコ生で配信やってる今、まあまあ同じ立場の人ね、まあまあもう自爆でしか吠えらんないでしょ自爆でしか吠え、普通に言えばいいのにな、電話かけてね。LINE 知ってるわけだからもう自爆、囲いがいないとプル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 してるんでしょ。あ、ワド2もディスってなんだ。ネタ切れだね完全に。俺が？ゆいがさんが？いや、ゆいがさんのことは分かんない。俺は別に生活保護を受けられないとかないけど、受ける気はないかな。特に。できればね、普通に頑張っていきたいなと思ってるけど。ダンカンさんはネットの新人だろ。何ができる言ってるわ。ダンカンさんネットとか興味ないでしょどんなマウンティングだよもう苦しいってダンカンはネットの新人とかさ、もうそれしか言うことがないんだ。さすがに聞いてて苦しいだろどんな負け惜しみだよ。あくまで自分のフィールドで勝負したいんだね。自分が勝てるところを探して探して探して、唯一勝てるところはネットで俺は先輩だって。もう苦しいって苦しすぎるでしょいやもう失笑レベルでしょネットで勝負しようって、もう爆笑って、爆笑だろそんな、失笑レベルでしょ。西川さんにはオファーかけてるんだけど、出演する気ないみたいね。西川さんオファーかけてるよ。西川さんは興味ないっぽい。自枠でいいんじゃん
なんかはネットでは後輩、新人と。いや、もうさすがに苦しいって。さすがにもう苦しいよ、パイセン。もう、失笑レベルだよ、本当に。はい、ワードツー。ヤナラッキーいらっしゃい。ああ、面白い。そうだろうね。自分をちょっとでも上にしないといけないんだろうね。苦しいよな。かわいいな。パイセンかわいいな。ネットで新人っていうのは新しい表現だったね。今日のパワーワード。ネット新人。なんかはネット新人。だからさ、ネット民の悪いところだよな、本当にな。俺たちはネット長いから先輩とかさ。ああ、面白かったっすか、中井さん。パイセンじゃない、金梅さんに捕まりましたね。ありがとうございます。見てくれて。アルバイト、まあアルバイトの感覚なんじゃないの？だって、例えばユイガさんとさ、ダンカンさん比べた時にさ、ユイガさんが勝てるところはそこしかないんでしょ？他にある？だからもう振り絞って 振り絞って、そのダンカンさんとユイガさんを並べた時に どこか勝てるんじゃないかっつって、パイセンの頭で考えたのが、俺はネット先輩だからっていうところなんでしょう。おはようございます。はい、ワードツー。もうそこしかなかったんだよ。カードが。苦しいよな。さすがだよね。インターネットだよ、インターネット。だんだんかわいそうになってきたから、もうやめよ もうかわいそうになってきたよ。もう要は後輩にこんだけバカにされても、自白の自分のファンにしか通用しないって分かってるから、もう電話もかけられないで、そういうの、なんだ、お山の大将みたいだよな、なんかな。すげえよな。いやー。ああはなりたくないね。ああはなりたくないわ。言いたいことも直接言えない立場になっちゃったんでしょう。ああ、もうだって TJ さんとかにいじられてるからね。もう、ユイガさんピンの捨て頃をいじってる動画をいじられた方が面白くなっちゃってるのも。もういじる側の人間じゃないんだって、ユイガさんは。いじられる側の人間に落ちたんだもん。
弾丸塾って YouTube でやってる番組っすね。うん、もうだからネタコンテンツの一つ、ネタの一つになっちゃったんだよね。だから自分はさ、いじってるような感覚なんだけど、いじられる側に落ちちゃったんだもん。昔の人でしょ、もう。オワコンだよ。まあまあまあ、そうだろうね。あ、弾丸塾で YouTube で検索すると出てきますね。弾丸塾で検索すると出てきます。なんだろうね、うん、最近無遊病治った？え、誰か無遊病だったの？わかんない。曜日とかは決まってないですね、特に。最近配信者が25名ぐらい集まってダンカンさんと生放送をやったんですよ。その話題っすね。パイセン何？無遊病なの？はいはい、いってらっしゃい。アクティブで1位だから和道には電話勘弁だってさ。どういう理屈だから言ったでしょ、自分に関われてるやつにしか言えないんだって。本人に直接物も申せなくなっちゃったんだよ。だから部屋の中でミノムシになったり、部屋の中で人の悪口言う配信者になっちゃったんだよ。もうネタもできないんだって。いや、そういう行動力のなさよ。風船ありがとう。閲覧の話題出してる。これ閲覧全然少ないっすよ、僕は。全然閲覧少ないっすよ。要は論破されるのが怖いんだよ。俺口うまいじゃん。だから自分に非があるの分かってんのよ。もう要は自分のリスナーの前で俺すぎだろってやりたいのよなーって。俺正論だろって。まあそのブランディングが崩れちゃうから、もうプル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 してるわけよ。要はボロボロに論破されるの分かってんの。風船ありがとう、ワード2。いやいや、俺は閲覧少ないですよ、うん、盛大にディスられてんの。もう人のことディスるしか脳がないからね。コンテンツ生み出す力は彼にない、うん、そう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 。いや、ほっといていいよ。もう絶対に俺にかけてこないから、うん、ありとあらゆる言い訳をして本人には言えない。自爆でしか言えないから。いいのいいの、彼には彼のブランドがあるんだから。要は後輩の名前使って自爆でいびることしかできないの。あ、工場建設してんだ、いいじゃん、おめでとう。
後輩いびりは厳しいね。いや、厳しくはないけど、別に。はい、ワードツ。ワードさんとベンジョさん、イベントの企画、連続すごい気力、体力で、ただただ感動しました。楽しかった。ねえ、きつかったよね。準備段階ですごい時間かかったから、すげえ大変だったね。やっと落ち着いたよ。やっと落ち着いた。ニコ生に恋行かないよ、全然。ニコ生興味ない。今は、ニコ生いいや。今俺がニコ生やる立場ではないね。ありがとう。いや、俺は今ニコ生に行く立場ではないから。やりたい人がやればいいじゃん。すごい発狂してる すごい発狂してる。パイセン？おお、なんだろうね。なんなんだろう。はい、わざつ。こんな朝早くから発狂できるのは尊敬に値する ニートだからね ニートはやることないでしょ。人の企画で発狂することしかできないんだ。いや、終わりだなぁ、もう。潰される？ご、何も？えも？いや、絶対電話かけてこないよ。言いまかされるの分かってるじゃん。だったら普通に、ああ、ワドに直接言ってやるわってやると思うもん。だからあれしょ、ロムってんでるでしょ。要は ずーっとロムってるんで、昔からのやり方だから。自爆じゃないとダメなんだよ。俺、ニコ生やんない。絡みたくないもん。もうだって、ゆいがさんと絡むメリットないでしょ。だって閲覧もないし、もう行動力もないし、評論家気取りなんでしょ。
魅力はないよね。忙しいよ。やることあるから。要は昔は俺はユイガさんの名前出して売名させてもらってたけど、もう要はユイガさんは俺の名前出して俺のことをネタにするように落ちちゃったんだって。昔のユイガさんだったらなかったでしょ。大手さんが俺の名前出すことなんかなかったよ。これが現実だよ。ネタ切れだよ、ネタ切れ。うん、俺は要件ないもん、ユイガさんに要件ないもん。別に文句もないし。俺ね、なんだっけ、顔面神経症みたいになってんだよね。右、こっち側が動かないんだよね、あんまり。左側の筋肉動くのに、右側の筋肉固まってんだよね。閲覧すごくないよ、全然。殴られたの関係ない。子供の頃からだね。そうそう、神経の問題だね。精神の問題か。うん。まだ言ってんの。うん。暇だな。え、まだ言ってんの、俺の悪口。まだ言ってんの。そうそう、チック症とか、そう。そう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 。右半身の筋肉があんま動かない。うん。ああ。ネタ切れにも程があるだろう。あ、全然気にしてないよ。うん、ああ、面白い。ニート丸出し。いやいや、もうどこまで言うのか、ちょっとタイムキーパー必要だよね。どこまで言うのか、タイムキーパーに測ってもらえない、ストップウォッチで。うん、いや、ピンクの人はちょっと、ピンクだけはごめんなさい。ピンクは NG なんですよ。ピンクはダメでしょう。うん、前科があるって言ってもピンクはダメですよ。ごめんなさい、ピンクは NG。
ャレになんないでしょ。ピンクはダメでしょ、いくらなんでも。12歳に13発はテレビ出れないでしょう、どう考えても。ああ無理だよ。ピンク犯罪って言って刑務所の中でも序列が一番下だし、ピンク犯罪やった人はもう無理だよ。タレントさんとは絡めないよ。うん、ピンクはダメだよ。いやーそうでしょう。だからまあね、ネットでは先輩っていう、ネットでは俺が先輩って、もうそれしかないんだから。いじめられるだろうね。うん、ピンクはダメだよ。うん、どこの世界でもそうだと思うよ。うん、だからまあ自爆でね、ぐちぐち文句言うのがお似合いでしょ。うん、駅におびただしい通報が入ったと。うん、ネットにしか居場所がないからみんな優しくしてあげようって。まあまあそういうことでしょ。そういうことでしょ。うん、前科がある人の世界はどうなのか知らないけど、少年犯罪も審判は甘い。うん、ああ聞いちゃったんだ、ピンクで。ピンクで聞いて逃げるっていうところが、まあ結賀さんらしくていいよね。うん、ピンクだけは聞くんだ今でも。あんだけ40分間人のことディスっておいて、ピンク犯罪っていうのはガチで聞くんだね。うん、終わった。はいはい、お疲れ様。急いで枠閉じた。うん、ピンクっていうのはまあ刑務所とか入ってる人の中の用語で、要は幼い女の子とかレイプとかそういうのをピンク犯罪っていうのね。でテレビ業界で有名なんだけど、ピンクの犯罪者は絶対出さないの、クレームが半端ないから。だから簡単に言うと、まあレイプであったりとか、幼い女のロリコンとかそういうこと。そう、だから性犯罪のことをピンクって言うんだけど、そう、性犯罪者はもう要は犯罪者、刑務所犯罪者しかいないわけだ。その中でもいじめられる存在なんだよ。うん、おはよう。普通に考えたらめちゃくちゃ怖い。まあそれはダメでしょ、いくらなんでも。ロリコンは最高ってシャレになんないよ。自分の娘とかがさ、12歳の可愛い娘とかがさ、ねえ、たぶらかされたらシャレにならないよ。パイセンロリコンだね。うん、まあまあ殺されてもおかしくないよね。いやもうタケさんそういうレベルじゃないから。
そうだよ、小学6年生とか中学1年生とかに、13発中出ししたっていう。だから1213って有名だからね。まあ人の犯罪のことは詐欺師だと何なの言うけど、ピンクって言われただけで聞いちゃうんだな。人の犯罪は散々煽るけど、自分がやってきたことはどうなんだよっていうね。豆腐メンタル。まあまあまあ。どうなんだろうね。いや、どっちもどっちだと思うよ、本当に。どっちもどっちだけど、まあまあ、自分のやってることを棚にあげてさ、人のことディスっておいてさ、それでお前自分が言われたら逃げるっつうのは、それは格好悪くねえか。俺もクズだけど。まあ、じゃああなたはそれを自分から言う権利があるのかっつったら、俺はないと思うけどね。どうなんだろう。まあ本当にリスナーさんのおっしゃる通りだよね。どっちもクズでどっちもゴミだけど、まあ自分のことをね、レジェンドだって言いながらそういうこと言うのは違うんじゃねえのとは思うけど、いや撃退法とかないよ。別に好きなこと言っていいけど、直接言えばって話で。別にね、LINE も知ってるわけだから、お和道に言ってやるよ、先輩から説教してやるよっていう方がかっこいいと思うけど。まあまあ、自分のね、囲ってる人たちの前で、俺はすげえってやってるんだから、まあまあまあ、変わっちゃったよな。ハートありがとう、プニマルさん。まあ、女子高生の制服のデザインはね、綺麗かもしんないけど。まあでもね、まだね、年齢も心もまあ整ってない女性だからね、大人の女性に相手にされないからそういう心理が働くんだと思うんだよ。要は普通に大人の女性に相手にされない、社会的な地位もない、魅力もない、大人の女性を口説けない、だから深層心理でまだその年齢が成熟してない女性っつうか子供だよね。子供だったら俺は勝てるっていう心理なんだよ、多分。そういうその抑圧された願望を深層心理の中で持ってるから、小学生とかに犯したいっていう。いや、そうでしょ。大人の女性が相手にすると思う。働いてなくて、俺はネットの先輩って言ってて 俺はヤクザの組長だとか なんだかんだって言って、相手にする？普通に考えて。でしょ？それは普通に無理でしょ。良識のあるね、成人した女性を口説くことができないからそうなるんだよ 正論でしょ？
まあ要は子供なんだよ。子供。俺は、なんだろう。女性、大人の女性が好きだな、俺は。女子高生とかには、あんまり、もう子供みたいな話も合わないしね。いや、俺はロリコンじゃないね。ごめんなさい。つまらない。申し訳ない。まあ、ここ年齢層高いからね、あんまりね、30代以下の人は面白くないかもしんない。ごめんね、黒田さん。ポンキッキー見ればいいよ、ポンキッキー。ポンキッキー見たら面白いから。アンパンマンとか。まったりやるのが好きだから、俺は。アダルティーな枠だからね。ああ、そうだね。やっぱね、小泉今日子とか、綺麗だよね。いつまでたっても。そうだね。大人の女性の方が俺はタイプだね。だ30代以上だもんね。35から上だよね。まあ普通の感覚だろうね。初見さんいらっしゃい。まあゆいがさんのリスナーは俺の放送面白いと思わないよ。間違いなく全然ジャンルが違うから。いきなりだけど、ジブリだと宮崎作品、高畑作品、どっちが好きですか？あ、俺ね、なんだろう。どっちが好きとか、何が一番っていう、言い方、あんまり好きじゃないんですよ。宮崎さんの作風、高畑さんの作風っていうのがあるわけだから。俺は作品を掘り下げるのが好きなのね。ホタルの墓だったら、ホタルの墓とか。まあ、宮崎作品のこの時代のこれがどう面白いのかっていう。だから俺はね、一番好きとか、どっちが面白いっていう表現は、クリエイターをバカにした言い方だと思ってて。それは自分の感想でしょ？俺はそういう評論しない。高畑作品には高畑作品の奥ゆかしさ、奥深さがあって、宮崎作品には宮崎作品の素晴らしさがある。ただ、宮崎駿っていう男は、たった一人のために映画を作ってる。それ高畑勲なんだよ。ライバル。だから、宮崎駿っていう人は、そういう、高畑さんは絶対その外せない人だよね。だから、そのジブリは数字取れなくても、よく言われてる、宮崎駿が稼いで、高畑が予算を食い潰すっていう、まあ、テンプレートっていうのが、スキームがあるわけなんだけど。あれは宮さんが高畑勲をリスペクトしてるからだよね。で、映像表現とか、やっぱ作家としての凄さっていうのは、俺は高畑勲すごいと思ってるよ。ロム線パイセンの放送の面白さが分かんない。まあだから子供なんでしょ。比べんのあんま好きじゃないですね、僕は。でも宮崎駿もやっぱすごい表現っていくつもやってるよね。でもまあ僕はスタジオジブリの作品大好きですよ。ここにもあるけどね。やっぱりそう、風の谷のナウシカってやっぱここにもあるけど、大好きですね。
いいか悪いかっていうよりも、わかるのかわからないのかっていうのはありますよね、作品に関しては。例えば、蛍の墓をさ、子供の頃見て感じるものって、ね、大人になってから感じるもの。で、例えば、蛍の墓っていうのは、あれは戦争があの二人の人生を壊したっていう作品じゃなくて、俺は蟹工船とかに近いと思ってるのね。要は、セーターがなんで、セーターが節子を殺してしまった話だと俺は解釈してるから。要は餓死させたっていう。もちろん戦争がそこに背景になって、表は戦争って悲惨だよねっていうのを書きながら、裏テーマがあるわけ。なんで節子が死んで、セーターが死ななかったかっていうと、飯を食ってたからでしょ。だから、冒頭の始まり方を見るとわかるんだけど、セーターが節子に謝罪をしに行く、振り返るっていう構成になってる。そういう深い読み方ができるようになるわけじゃん。あ、裏のテーマというか。ありがとう。だから何て言うんだろうな。もちろん戦争が彼らを壊したんだけど、セーターが大人になれなくて。例えばセーターが初めて泣くシーンがあるでしょ。お母さんが死んでるっていうことを節子が知っていて。で、あの涙っていうのは一体何なのか。セーターはなぜあそこで号泣するのか。一つ目は、ね、セーターっていう男がお母さんが死んだっていうことを幼い妹にバレないように、バレないように、自分だけが背負うっていう、こう抑え込んでいた。もうそれを隠さなくていいんだっていう、そういう涙。もう一つは何かって。節子の前で俺は気丈に振る舞わないと、強く振る舞わないと、兄貴なんだから。でも、その抑えてた二つの気持ち。節子は知ってた。節子はお兄さんの幼いけれども、お母さんが死んだのを必死で隠そうとしてて、それを気遣ってた聖子と、節子とか。そういう深さがあるんだよな、あの涙の中には。もう隠さなくていいんだっていうのと、節子に気を使わせていたっていうのと。ああ、そういう深みみたいなものを感じるようになるじゃん。基本体力が違うと思うよ、節子と。だから体の小さいってことは、食料を食べなくてもいいわけじゃん。だから、うえー、虫食ってらーっていうシーンあるじゃん。あれは、もっと深くて、実は節子は食べ物を食べてないから、虫を食べてたんだっていうメタファーになってる。それが前のカボチャを盗むシーンに重なるわけ。だから、実は背中のボツボツっていうのは病気じゃなくて、あれは栄養失調の症状なんですよ。ボリ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 確信あるじゃん。だから簡単に言うと、セーターは、そう、人間の業を描いてるんだよね。可愛い可愛い妹なんだけど、生き抜くためには妹よりも食っていたっていう。それを露骨に出してない高畑勲が素晴らしいと思うね。そうだね。あと、頭を下げられなかった。やっぱ両家の息子だから、親戚を頼られなかったっていう、そういうね、お金はあったけど、人を頼ることができなかったっていう、なんか、難しさも書かれていて、何とも言えない。だからさ、子供の頃見るとさ、おばさんの役、親戚のおばさん、嫌なやつだなって思うけど、大人になってみると、おばさんの気持ちもわかるよね。なんで働かないで、みんな戦争中で一生懸命働いてる。だけど、自分で食べていきますって。自分で台所借りますって。自分のお米は自分でやりますっていう。要は、両家の息子のプライドでしょ、あれは。で、そっから家出てきますって。だから、すごく、深みがある作品だよね。コロミさん、おはよう。それを、表面的には戦争が悪いっていうふうに受け取っちゃうけれども、実はヒューマンドラマを描いてる。人間の業、若さ。俺はそういうふうに読んでるかな。いやいやいや、ファッションはね、もともとバンドマンだったんで、こういうパンクファッションみたいなのがすごい好きなんですね。ねえ、わかるよね、おばさんの気持ちもね。ドロップドロップって、
佐久間ドロップね。あそこはだから唯一その何て言うのかな、物資がなかったけれどもその印象に残るよね、佐久間ドロップっていう一つの幸せを描いていて、お茶碗の中に残ったさジュースを作ってあげてっていう心温まるシーン。だからその光と影が対照的なコントラストで、だからあの佐久間ホタルの墓イコール佐久間ドロップっていうさ一個のアイコンになるっていうかさ、弾丸塾見てきてくれた、お帰りなさい。まあ例えば宮崎駿も宮崎駿ですごくて、あの千と千尋の神隠しっていうのはね、何がテーマになってるのかっていうと、あれは風俗嬢をテーマにしてるのね、っていうそのなんていうのかな、風俗嬢って言っちゃったりとかすると引くわけじゃん、子供に見せるものじゃなくなってる。でもその裏に隠れたテーマっていうのをファンタジーに変えるわけじゃん。あれは簡単な話だよね。 お父さんとお母さんがバカで、で風俗まで落とされて、でそこでボーイさんと恋をして、ボーイと駆け落ちをしてリアルに戻るっていう、よくある一般的な話じゃん。それをあそこまでファンタジーに変えられるっていう、バカありがとう。うん、だからまず名前を奪われるわけでしょ。お店に行ってお前の名前は今日から千だって、あれは源氏名を指す。あと物語の中盤で千尋が何の脈略もなく血だって言って血が手についてる、あれは生理を表してる。そうそう源氏名とか、あとユナっていうのはお湯の女って書くでしょ。だからあれはあのソープ嬢のことだったりとか、あと神様、お客様は神様ですって言って、でももう露骨だよね、初めてのお客様のところでさ泥だらけの神様が来て抜く抜くって言ってるので、汚れを抜いたらふわーって言うでしょ神様が。あれはもう射精を意味してるでしょ、うん、だからそういう 深みみたいなものが読み取れるようになるわけ、作品の中から。あ、これはすごいなと、子供が見ても面白いって、大人が見てもその考えさせられるっていう、うん、ユナって名前最近多いけど、ムチって怖い。いや怖いよ、うん、おはよう、良きかなって言ってね、うん、改めて見るとやっぱすごいっていうのがわかるよね。仮暮らしのアリエッティはね、宮崎駿でも高畑勲でもない。あれは、若い制作スタッフが作ったの、ジブリの中の。だから、かまととのさ、おばちゃんが出てくるでしょ、アリエッティの中で。あれは宮崎駿のこと。要は古き良きさ、女の子がキャーっていうおばあちゃん出てくるでしょ。あれは宮崎駿の。要はかまととぶって、綺麗ぶってる女の子が出てきて、それを瓶の中に詰めて封印するって。要は宮崎駿黙ってろって。俺らが新しいものを作るんだっていうメタファーになってたりとか、そう、あれはもう宮崎駿が作る女性像そのものでしょ。要は若いスタッフが宮崎駿、お前の女性像は古い、新しいアイドルを作るんだっていうクリエイターの本能が出てるよね。うん。いやもちろん次のこと考えてますよ。乗っかりすぎてるっていうか、質問が来るから乗っかるっていう言い方やめてくんない？うん。あとはまあ昔から、まあ仮暮らしのアリエッティで言うならわかるけど、主人公とかヒロインとか髪を切るっていうシーンっていうのは、あれは何を意味してるかっていうと、昔から古典的に使われてる表現なんだけど、結婚をするとか処女を捧げるって意味なのね。だから最後アリエッティが髪の毛を切るでしょ、長かった。あれは伴侶が決まったって意味だね。トトロはまあ
なんだっけ、事件が元になってるのは本当だけどね。ジョージがね、誘拐されて殺害されちゃったんだっけ？っていうのに心痛めて作ったっていうのは、まあ有名なエピソードだけど。狭間山事件か。その子に対する追悼なんでしょう。宮崎駿なりの。いや、いいんだよ。いいんだよ。好きな見方でいいと思う、映画っていうのは。お金払ってるわけだから。だから、お客さんがどう見るのかっていうのは自由だから。だから、単純に見るとか、深読みするとかじゃなくて。何個も見れば見るほどどんどん分かってくる、見えてくるものがある。あ、ここはここの引用だなとか、あ、これはこういうことを伝えたいんだなとか。俺はそういうなんかクリエイターがどういう気持ちでどういう意図で作ってるのかっていうのを探るのがすごい好きで、この表現って何なんだろうっていう。だから楽しみ方はお金払ってるんだから楽しかったらいいんだよ。だけど映画の見方って変わるわけじゃん。その1個にし、1個同じものを見た時に別の感想が出てくるって言って、こうやって意見交換したりとか、映画をどう見たのかっていうのが楽しいっていう。俺は映画の楽しさってそこだと思ってるね。始発ではないね。もう1時間2時間ぐらいは大丈夫だよ。ありがとう。俺、魔女の宅急便の表現で言って好きなのはさ、恋をすると魔法が解けるっていうことを書いてるわけよ。で、魔法が解けたと。恋をしたからでしょ。トンボに恋をしてから。そう。だけれども、大切な人のために魔法を取り戻すって泣けない？俺は魔女の宅急便の好きなとこそこなの。全部の魔法と戻ってこない。最後、ジジとは喋れない。だけれども、大好きな人を救うために魔法を取り戻すんだよ、キキは。一生懸命。すごい泣けるよね。大人になるとじゃないの。恋をすると魔法が。そう。女の子はみんな魔法使いの。子供の頃は。だから歌に書かれてるよね。小さい頃は神様がいて。ジブリ、俺は風立ちぬとかが好きだけどね。何でも面白いよ。どの作品も面白い。まあ一つだけ言うなら、ゲド戦記以外は。ゲド戦記は、あれはテルーの歌のミュージックビデオだから。テルーの歌はいい歌なんだけど、ゲド戦記はちょっとないな。あとは、あれがダメかな。宮崎駿作品で言ったらなかったことにしてるのはあれですよ。ハウルの動く城は俺の中ではなかったことにしてるね。息子はね、俺は正直、まあ、アリエッティは良かったなと思ったけど、もう予算かけるものではないと思ってるね。風立ちぬのテーマはね、風立ちぬは一回見た方がいいと思う。難しい。すごく難しい。要は、子供に見せるっていうタガを外した作品。もう本当に狂ってるね。もうわかんないと思う。宮崎吾朗。風立ちぬは一回見て、ハテナマークになって、そしたら戻っておいで。あれは、女性を愛せなかった男の話だから。クリエイターの話。には宮崎駿本人だね。要はさ、宮崎駿の主人公の男の子って全員メガネかけててさ、全員ではないけど、メガネかけてて飛行機作ってて、で、っていうでしょ。あれ宮崎駿本人なんだよ。難しい、すごく。俺は泣いたね。号泣したね。要はもう統合失調症状態の人の話だよ。洋画とか邦画も見ますよ。アニメが好きですね。僕は漫画とアニメ大好きですね。最高の純愛なんだけれども、愛せなかった人の話なんだよ、あれは。ナオコを愛したっていうのを失った後に気づいたっていう話だね。あれっていや、米林監督なんだ。あ、ありがとう。当たる。さっき YouTube ライブちょっと覗いたよ。相変わらずね、すごいね、閲覧集めてるね。
ラピュタはどういう話かっていうと、冒険活劇の最高傑作でしょ。あれは、もともとね、庵野監督っていうのが、ナディアっていう作品を作ってるの。不思議の海ナディアって。で、不思議の海ナディアってさ、ブルーウォーターって言って、ペンダントの石とかさ、飛行機好きの男の子とかで、女性が主人公とかってあるでしょ。あれ実はラピュタの原作なの。宮崎駿が不思議の海ナディア NHK から依頼来て監督やるって言ったんだけど、途中まで脚本書いて、これ面白いから自分のスタジオでやるって持って帰った作品の。だから、エヴァンゲリオンの庵野が作ったのが、原作は一緒なのね。で、ナディアとラピュタって実は同じ構成になってるでしょ。あれはね、原作宮崎駿だから。あれは面白かった、師弟対決。だからそういう風に見てみるといいよ。不思議の海ナディアはエヴァンゲリオンを作った庵野監督バージョンのラピュタで、ラピュタはもう宮崎駿監督のラピュタ。師弟対決になってる。そう、ブルーウォーターで、あれは飛行石で、紅の豚、男のもうロマン、要は紅の豚のキャッチコピーが、かっこいいとはこういうことさって。紅の豚、男、要は宮崎駿の最高の自分、超かっこいい自分、要は宮崎駿の理想の自分な。ロマンしかない、男のロマンだけを書いてる。女の人には分かんないかもしれない。もうすごいかっこいいの。とにかくかっこいいのね。ポルコロッソ。カウボーイビバップいいね。カウボーイビバップはだからルパンだよね、あれは。ルパン三世だよね。まあ音楽とその融合、アニメーションの融合。サムライチャンプルーっていうのは新しい、あのスタッフが作ってるけど。カウボーイビバップはいいね。ストーリーがない、ほとんど。フェイバレンタインだっけ。カウボーイビバップは名作だよ、本当に。おはよザ・リアル・フォーク・ブルースって曲すごいかっこいいよね。The Real Folk Blues 本当の。菅野陽子だっけ。菅野は天才だよね。やっぱ音楽いいよ。アニメの BGM 担当させたらすごいいい音楽作る。泣けるやつか。泣けるやつ。アニメで？洋画で言ったらね、マイフレンドフォーエバーとかすごい好きだな、俺は。マイフレンドフォーエバー知ってますか、皆さん。バカありがとう。高架機動隊もそうだね。マイフレンドフォーエバーはすごく僕は好きですね。何がすごいかっていうと、俳優が一回も泣かないんだよ。エイズの男の子と主人公の男の子、少年なんだけど、友達になるっていう話なんだけど、主人公の男の子は一回も涙をしない。要は誘い泣きをしないのに、こっち側を泣かせに来るっていうドラマで。ああいう映像表現は見たことないな。マイフレンドフォーエバーで検索してみて。バガありがとね。相手もありがとう。エイズの男の子のお母さんがすごくいい役で、すごいよ。いいよね、ランキッシュさん、マイフレンドフォーエバーも。涙を誘う作品。マイフレンドフォーエバーいいよ、すごく。友情を描いてるんだけど。平成たぬき合戦ポンポコはね、大人になるとしみるよね。これは高畑作品のすごいところでね。あれはすごいね。
そうなんだよね。大人になるとわかるんだよね。ねえ、見た方がいいよね。マイフレンドフォーエバーは。映画の話だね。おはよう。まあ、あんまりね、俺はね、なんかこう、バカっぽい日本の映画の、なんか日本の映画の最近の作風っていうのは説明、セリフで説明するっていうのが嫌いの。あともう、童貞の恋愛書いてるのが大っ嫌いだよ。パフェありがとう、デミー。おはよう。ポンポコはね、泣けるよね。ポンポコはすごいよ、あれは。だからね、意外と100年後評価されるのは、高畑勲かもしんないよね。いや、泣けるっていうかね、その泣き方が、その露骨な泣き方じゃなくてね、要は俺らが失ってきたものを描いてるんだよね。要は、平成と昭和っていう転換期を描いていて、要はね、要は子供の頃のことを思い出したりとかするんだよ、おっさんとかが。まあ、あと、まあ、俺は号泣したのは、映画館3回通ったのは、俺は風立ちぬだね。もう涙が止まらなかったね、俺は。本当にすごい作品っていうか、宮崎駿が本気を出すとこんなすごい作品になるんだって。俺はあれ引退作でよかったと思ってる、本当に。もう泣くからいい映画だとは思わないけど、本当に心が震える、本物の感動があるんだよね。こういう風にしか生きられないんだっていう。クリエイターの業、カルマだよね。だから煉獄の中にね、直子が出た時にはもう涙が止まらなかった。ありがとう。花火ありがとう。匿名さん、ありがとう。風立ちぬ、マイフレンドフォーエバー、ポンポコ。あ、まあ、おすすめの作品いくつか、泣ける作品じゃなくてもいっぱいありますよ、僕。そうそう、あくまで俺の主観ね。あくまで俺はこういうふうに映画を見たって話だから、事実がどうかっていう話じゃないよ。ありがとうございます、アイテム。まあ、このユイガさんとのギャップよ。ユイガさんの話のギャップよ。これを面白いって言ってるリスナーが、ユイガさんの放送面白い。ねえ、噛み合うわけないんだから。テミおはよう、おはようじゃない。花火ありがとう。ありがとう、ありがとう。ありがとうございます。テミありがとうね。皆さんもしよかったら T シャツがあと在庫11枚ありますんで、T シャツ買ってください。風立ちぬは絶対意味がわかんなかったっていうはずの。その時に俺の枠来て、みんな見返したら号泣したっていうの。最初わけわかんないっていうの。で、俺は3つの見方がある。わからないっていう人で、表面のラブストーリーで泣く人、超感動した純愛じゃんって言って泣く人。でも本当の見方は俺はここじゃないと思ってる。愛せなかったっていう話なの。この評論は見終わった後質問して、その3つ目のところにたどり着くまでにすっごい伏線が張られてるの。だから分からなかったか、表面上で泣くの。でも、もっと深い話なの、あれは。風立ちぬ分からなかったでしょ。そういうと、まあまあ、ネタバレしていいんだったら話すけど、俺は。あれはね、とんでもない深い作品なの。要はね、隠れてるの、映像の中に。だから、解説が入らないと普通の人は分かんないかもしれない。要は、映画とかの表現とかを見て分からないと。あと、花火100発ぐらい上がる。お気持ちで大丈夫です。花火とかアイテムはお気持ちなんで、僕からねだることはもうやめましたね。少なくてもいいからお気持ちで生かされてるんで、いいです、いいです。そういうのはいいよ、アブさん。ミッションインポッシブル見たことないな。トム・クルーズか。わからなかったらもう一回聞いて、その時に話すから。あれはとんでもない伏線がいろいろ張られてるから。天才だよ。あ、言われてやっと気づいたっていうレベル。俺もだから何回も見たもんね。あと、女の業っていうのかな。女のいじらしさとかもよく描かれてる。男と女の駆け引きがうまく描かれてて。あれは難しいよ。純愛なんかじゃない。そうだよ。風立ちぬはね、恋愛系の要素がかなり色濃く、
入ってるんだけど、表上そう見えるんだけど、実はクリエイターの話だね。ものを作るっていうことはこういうことだっていうのが裏テーマっていうか本題かな。それを恋愛を借りて書いてるっていう感じだね。はい、おはよう。竹取物語は狂ってるっていうレベルだね。最後、まあまあ竹取物語はまあみんな知ってるじゃん。日本の話が現代なわけだから、あれをああいう映像表現で筆で一コマ一コマ筆の表現でぬるぬる動かしたっていうのは、あれは狂ってるよ。もうまあまあね、物語は別にまあみんなが知ってる竹取物語だから、でもあれを動かしたっていうのはすごいよね。あー、もうひどいよ。映画はだから見るっていうよりも読むっていう、要は噛み砕いていくっていう作業があるの。そうだから俺は初見でパッて見て分かる映画っていうのは嫌いなの。分からない映画ほど面白い。どういう表現方法なのかっていう、うん、あれはすごかったね。竹取物語はあれはもうだから宮崎駿がもう脱帽したっていうけど、まああれで赤字になったんだけどね。だからね、意味深っていうよりもね、やっぱりね、宮崎駿がずっと言ってる高畑勲に評価されるまでやるっていう。だから高畑勲、東大なんだよね確か、2人ともインテリなんだけど、やっぱりその高畑をうならせたいっていう願望があるっていう先輩パクさんね。あー、ヒチコックとかジャップリンとかわかんないな全然。そうそうそう、芸人さんもそうだよね。悲劇と喜劇は紙一重、苦しさの中に笑いがあり、笑いの中に悲劇がある。だからよく言われてるのは、お笑い芸人さんは悲劇を喜劇に変えられるかで、喜劇をやってるとその中には、要は松本人志もそうでしょ、笑える話って、実は後ろに貧乏だった自分っていうの隠れてる。ビートたけしもそうでしょ、笑いの中に悲惨さがある、悲惨さの中に笑いがある、ここの紙一重の中、この狭間、この両方とも理解できて初めて笑えるっていう人間の業。俺はだからお笑い芸人とか、要はクリエイティブな人が持ってる何かだと思うね、これは。あ、分かんないですね、氷結の時。意外性というかね、だからまあでもね、やっぱね、事実は小説より、事実は小説よりきなりっていうけど、やっぱ人間の本当のドラマの方が俺は面白いと思ってるけど、どういう展開、人生っていうのは何があるのか分かんないっていう、そういうのはすごく面白いね。可愛い女の子にはまともにコメントする元ポインいらっしゃい。可愛い女の子を口説こうとネットで必死な元ポインいらっしゃい。よく見るよね、過疎の女性生主を口説こうと必死なんだよね。誰か引っかかったかな。おはよう。いや、よく見るよ、女性口説いてるよコメントで。風船ありがとうございます。アイテムありがとう。外国の映画でおすすめ、まあまあ普通に楽しめるんだったら、バタフライエフェクトっていう映画の1ですね。バタフライエフェクトは深読みが必要なくて、もう視覚的にもう直感的にわかるけど、話が2点3点するっていう、すごいなんかこうすごかったね。バタフライエフェクトはおすすめかな俺は。あとトレーニングデイっていう映画も面白いね。風立ちぬだね。風立ちぬ。あとまあ頭使わなくてもすごいドラマの展開、演技力、まあなんつうんだろうな、まあ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 面白いのは、俺はバタフライエフェクトだね。
コンサトシなんかもう大好きだよ。俺はパーフェクトブルーが好きだけど、まあ千年女優パプリカって、まあまあ、あの海外のね映画監督に影響を与えてるよね。うん、いや、コンサトシが生き残ってたら、あれだよ。もう、日本のアニメ業界安泰だったんだよ。あとね、アニメで言ったらね、マインドゲームっていう映画とかも面白いよ。吉本の芸人さんが声優やってんだけど、マインドゲームも面白い。あとね、東京ゴッドファーザーズとか、君の名なんか見ねえよ。うん。あれだろ、童貞が純愛とか言ってんだろ。バタフライエフェクトすげえ面白いよ。もう全部の要素が詰まってるね。バタフライエフェクトはもうすごい。2点3点ホラーサスペンス、ヒューマンドラマ恋愛ってこんだけ詰め込んでここまで回収できるかって。 SF も入ってんの。だからバタフライエフェクトってどんなジャンルって言われた時になんだこれってなるの。もうね、いいとこ全部詰め込んだっていう。あら、脚本がすごいね。あれはすごいよ本当。バタフライエフェクト1だけね、あの2、3って出てるけどもうクソになってるから、1だけ見ればいい。ああ、びっくりするよあれは。普通に純粋に楽しめる、考えなくて。もう伏線とかないから。あれすごいよね、バタフライエフェクトの詰め込み方はね。よくここまでとっちらかして回収したなっていう。展開読めないし、うまく作られてるよあれは。もうほんと緻密な計算って感じ。まあコンサトシね。あ、でもね、俺はね、なんだっけ、少年バットだっけ、なんだっけな、あれはよく分かんなかったけど、最後まで見たけど、ファニーゲーム分かんないわ、ごめん。パプリカね、パプリカ面白いよね。うん、パプリカも面白いよ。俺はさっきも言ったけど、パーフェクトブルーが好きなんだよね。うん、パーフェクトブルーだっけ、ほらアイドルの話、統合失調症の。東京ゴッドファーザーズはまあ綺麗だけど、俺は狂った感じとかサイコホラーみたいな感じのパーフェクトブルーで合ってるよね。要はね、あれ見てるとニコ生を囲ってるオタクとか思い出すの。要は配信見てるみたいな感じなの、地下アイドルみたいな。要はこういう怖さ、要は女性配信者に見てもらえたら、パーフェクトブルーは。泣ける映画か。泣ける映画、ね、告発かな。告発とザ・ダイバーかな。告発もザ・ダイバーも、本当の話なんだけど、サンフランシスコにあるアルカトラズ刑務所って言って、脱獄不可能って言われた、サンフランシスコ、川があんじゃん、海があんじゃん。あそこの孤島の刑務所なんだけど、その刑務所の話が、告発っていう映画。ケビン・ベーコンかな。告発は、その人間のその、なんつうのかな、凄さっていうか。で、で、もう一つなんだっけ、ヒューマン系。あ、ザ・ダイバーは男臭いというか、もう人間の底力みたいな。うん、ケビン・ベーコンだね。冷たい熱帯魚を見てないんだよね。俺は映画監督になるために、だから配信を始めた。だ今でも、言ってるけど、その映画を作りたくてやってんの、最終的には。だからスポンサーさんと、要はカメラの機材とか買ってくれるスポンサーさんとかをずっと探してるよ。そう、だから全ての活動が映画に向かってるんだよ俺は。だからもしよかったら25万のアルファ7のカメラ誰か買って、今多分300万ぐらい集まったらもうできるから、もし300万ぐらいのスポンサー、例えば小口で10万とか支援してくれるんだったら、映画のテロップにスポンサーで名前入れますんで、もしよかったら支援してください。インビジブル微妙かな。うん、ユイガさんの話より映画の話楽しい。うん、そう、俺は子供の頃初めて持った夢っていうのが、映画監督になること。それはインディ・ジョーンズっていう映画を見て、で生まれて初めて親にねだって買ってもらったものは8ミリビデオだった。だからずっと子どもの頃からカメラをこうやってやってた。心霊スポット行く時もカメラ回してたし、もうカメラで呼ばれる人だった。常にカメラ、イクシーと8ミリ、ソニーの8ミリこうやってやってる子供だった。ここにイクシー下げて、レイダースね、そうそうそう、まあ1作目2作目3作目全部見てますね。うん、
まあ現代はレイダースだから、インディ・ジョーンズっていうのは邦画のタイトルだから、だから外人にはレイダースだよ。だからこってこての映画も好きなの。あ、アルマゲドンとかさ、ザ・ハリウッドって感じの。和道に映画とエヴァンゲリオンの話させると長い。長いよ。好きだもん。インディ・ジョーンズはハリソン・フォードが主演のテンガロンハットかぶった、ムチをここにやってる、冒険活劇な、考古学者の。夢ありますよ。はい、諦めてないっすよ。動画撮影用のカメラって今何使ってんの？今ね、もう何台あるかな、カメラ、カメラだけで、今ここに1台あるでしょ？で、これのサブカメがもう1個あって、もうリスナーさんから、もうこんだけカメラありますよ。で、このロジクールのこの1万円のカメラはもう4台潰してる。もう消耗品。これ1万円のカメラ。これが2発と、マイクロソフトと、あと、今、ロジクールのカメラ2台。うん。もうカメラこんな感じですね。ウェブカメは。うん。もうリスナーさんからの支援で。ただね、どうしてもね、ウェブカメだと映像表現に限界があるから、一眼レフのカメラどうしても欲しいんだよね。もう手が届かない。25万するから。で、今度それで撮ったらそれ用のパソコンを買わないといけないから。やっぱ300は必要だね。おはようございます。あー、ツイッターフォローありがとう、ありがとうございます。もしよかったらね、ツイッターとあと YouTube もフォローよろしくお願いします。毛穴まで、あれはプロのカメラマンに撮ってもらったの。俺のカメラじゃない。あれはプロのカメラマンに撮ってもらったの。俺のカメラじゃないよ。これは本当のプロね。この写真は Twitter のトップに上がってる写真はプロカメラマンから撮ってもらいました。あれは自撮りじゃないよ。だからプロが撮るとこうなるんだっていうことですよ。いや、素人のね、自撮りとプロカメラマンの差だよね。俺の持ってるカメラじゃここまで無理よ。牛島くんみたい。この写真もプロに撮ってもらったやつだね。これもやっぱ全然違うよね。これもそのプロカメラマンに撮っていただきました。よりなんつうの、広角じゃないからリアルに近くなるかな。顔が広がるんですよ、ウェーブカメラで撮ると。横に広く撮れるから、カメラのレンズが歪んでるのね。だからこれが多分実物に近いと思う。スタジオで撮ったよ。スタジオで撮った。うん、モデルとかが使う照明もバリバリあって、背景もあって、うん。プロ用のスタジオで撮りましたよ。スタジオっぽいじゃない、スタジオ。俺はキャスティングありきの邦画には何も期待してないね。邦画はもう死んだんだよ。ちょっとトイレ行ってくる。
まあオーディションしないっていうのはね、役に当てはめる気がないか、はめ込む気がないからね、日本は。まあげんなりだよな。要はプロの俳優っていう職業がなくなって、数字持ってる俳優ばっかり使うでしょ。クリエイティブじゃないよね。要はもう予算回収できる。まあ2億がせいぜい対策じゃないの。2億予算使って、それでもまあなんか CG ちょっと使いましたみたいな、なんか映画なのかなっていう。キャスティングありきで映画作っちゃうと、どうしてもストーリーぐちゃぐちゃになるよな。まあしょうがねえよな。要はね、お金回収しないといけないから。まあ原作クラッシュってよく言われてるよね。アニメ版のジョジョの4部はまあいいかなと思って、あとアニメで言ったら卓球のピンポンがめちゃめちゃ面白いよ。松本大洋原作ピンポン、わあすごい良かったね、アニメで。まあ今気になるのデビルマンかな。まあでもネットで放映がね、デビルマンネットだよね、ネットフリックスかな。ちょっと気になりますね、デビルマンは。ダンカン人殺し。ダンカンさん人殺してないでしょ。お笑いの人？俺はね、藤原竜也大嫌いなんだよ。なんでやってんだ！カメラアップでね。どうしてなんとやー！うるさい。藤原竜也大嫌い俺。うるさい、うるさい。嫌い。舞台の演技なんだよ、あれって。要は遠くの人にも伝わる演技なのね。カメラをアップであの圧力でやられたら 引くだろ。毎回同じ演技だから、もうバトルロワイヤルの頃から変わってないから、くどい。舞台で見たらすっごい面白いと思うけど、藤原竜也は。窪塚ね、すごいね、あの人は。窪塚、かっこいいね。
まあだけど、キングをやってから取り憑かれちゃって役が抜けなかったからしばらく苦労したよね。弾丸塾のスタッフにどうやってなれたの？あ、もともとね、うちのリスナーさんに、映像関係の映像制作の社長さんがいて。で、まあ勉強会というか意見交換会みたいなのを週1とか1ヶ月に1回とか。まあ配信者のことを俺が話して。で、まあ映像制作のことを教わってっていうことをやってて。で、まあ今度弾丸さんと YouTube 番組やるんすよ。北郷さんとやっててって話で。一般人使って面白いことやるんすよってなった。その時に、まあ配信者使ってくださいって言い出したのが俺だったのね。自分が出演したかったから。要は自分のこと使ってくださいよっていうのとイコールだったんだけど、遠回しに言ったのよ。で、そしたら、まあ出れると思ってたら出れなくて。要はもう人間関係ができちゃってるから、やらせになるから、そしたら面白くならないからっていう。まあ見てるリスナーさんも面白くないじゃん。だからもし配信者使うんだったら、バドーさんは使いませんってなって。で、しょぼーんってなって。 マジかよと思って。で、そしたら、まあまあ、じゃあスタッフさんでどうですかみたいな。そっからだね。そっからもうがっつり中で入らせてもらって。本当はね、役職ブレーンって言って、番組の構成のがっつり運営側でやりませんかっていうふうに言っていただけたの。ブレーンっていうのがあるのね。要はもうメインスタッフみたいな。だけど、まあ俺も勉強中の身だし、テレビのこと全く分かんないから、もっと役職低いので構いませんって言って。もう2回目3回目とかで実績出したら、まあブレーンで呼んでくださいっていうふうに言ったら。そしたらアドバイザースタッフっていう役職もらって、今アドバイザースタッフっていう感じだ。そうそう、さすがにさ、いきなりやったら配信者から反感買うでしょ、ブレーンって。まあだから企画の3、4割ぐらいは関わってるよ。もっと関わってるかもしんないけど。元気だよ。久しぶり。なあ、できればね、演者で出たかったけどね。俺も配信者だから。月給の話はご想像にお任せしますよ。 そんな損する話振らないで。反感しか買わないでしょ、俺の給料の話でも。僕は給料話しませんよ。弾丸塾が企画流れて潰、今回の企画流れた時初めて俺は給料の話するかな。 このプロジェクトに対してっていうのは、今ネタで話す気分にはならないかな。それはやっぱ全部が頓挫して、もし仮にね、そういうことになったら別にネタにしてもいいかなと思うけど、今現役バリバリだから。タイタンズ、ああ、だから告発、あ、じゃなくてザ・ダイバー、ザ・ダイバー。俺は男臭いっていうか、
人間の底力をもう絶対ダイバーになりたいって言うよ。うん、ザ・ダイバーだよ。ザ・ダイバー。まあ、ザ・ダイバーはね、あの、海猿っていう原作っていうか漫画あるじゃん。海猿って。あれがパクったって言われてる。元ネタだって言われてる。映画にもなってるでしょ、海猿って。もう半端じゃんよ、ザ・ダイバーは。マスターダイバーになる話。ザ・ダイバーだね。スタート誰？スタートって何？スタート誰ってどういうこと？企画の発端はだから運営会社さんだよ。企画の発端は運営会社さんで。で、配信者を使うっていうところは、要は、プロットっていうのかな。要は企画の概要っていうか演者が決まって、で、これからこういうやるっていうプロットを見せてもらって、一般人を募集するって書いてあったの。そこに介入させてもらったの。要は、企画の台本の前のこういうテンプレートで作りますよっていう書類から入った俺は、あれね、予告編が全然面白くないの。全く別の話。あれね、はっきり言ってただも冒頭流してるだけなの。あれだよ、ロバート・デ・ニーロ出てるよ。めちゃくちゃ面白いよ。ザ・ダイバーの予告はほんとクソ。あれ作ったやつ、見どころもっともっとたくさんあんの。超面白いから、ザ・ダイバーは。まあ女の人も見て面白いと思うよ。でもね、あれね、大人の事情でね、あの、完全にデニーロが助演なんだけど、主演がね、デニーロになってんだよ。あれはね、俳優さん悔しいと思うよ。主人公なのに、要はネームバリューがないからね、黒人だからね、助演にされてるんだよ。デニーロが主演になってんの。あれはちょっと怒り湧いてくるよ。絶対見た方がいい、ザ・ダイバーは。実話系。そう、黒人のやつ。で、黒人がまんま主人公なのに、大人の都合でデニーロが主演になってるの。明らかに黒人の方が主演なの。ああ、まあ、あの時代のハリウッド、まあまあ、いろいろあるんだなっていう。あれはかわいそうだよ。まあまあ、見て損は絶対ないね。ザ・ダイバーは。特に男の人は。もう最後、すげえっていうか、マジかこれってなるよ。で、実はなの。こんなすげえ人間がいるんだってなる。もう話のね、あの、方向性が途中でガラッと変わるんだよ。要はね、あ、終わった、いい話だなと終わってから本編が始まる感じ。みたいな。ここ終わりじゃないのみたいな。もうクライマックスでいいでしょうって。二段階あるんだよな、感動が。予告は畑の話は冒頭の5分とかだよ。要は、あの、お父さんが出てくるんだけど。いや、お父さんからの、なんつうの、願いみたいな。要は、話のきっかけになるシーンだね。メインは成人してからだから、全くあの予告編を作ったやつアホだよ。今見ても感動するもんな、ザ・ダイバーは。特に男の人はね、なんかもう、なんかあの世に持ってく作品だなとか言ったりする人いるぐらいだよ。なんか勇気をもらえる。人間の強さに。男臭いけどね。人間やればな、こんなにすごいことができるんだっていう。まあまあ、まあ、ネタバレにならないぐらいで言うんなら、ザ・ダイバーって言ってるぐらいダイバーじゃん。要は潜水士の話。ありがとう。匿名さん、花火ありがとうございます。すごいよ。最後のシーン。ガシャーン。ガシャーン。ガシャーン。これね、見た人しかわかんない。ガシャーン。ガシャーン。ガシャン。もうほんとこのシーンだから。これを見て、ブワーブワー。意味わかんないでしょ。これ見たことある人いる？ザ・ダイバー。
これ見たことある人はわかるっていうの。もう意味わかんないでしょ。ガシャーンガシャーン、でも俺ら号泣、うわーって。見たことある人いる？これわかるでしょ。見たことある人はそれそれって言うと思う。見たことない人は何ってなるでしょ、うん、最高よ、うん、森が歩いてるところ、あ、だからよっさん見ると泣けるよね。わかるでしょ。竹下さん、もう号泣だよね。こんな号泣号泣、涙止まんねえよ。俺ね、あんまりね、ショーシャンクの空に、俺が、映画評論をするときに、あ、こいつにわかだなっていうのは、ショーシャンクの空にがいいっていうやつと、レオンがいいっていうやつと、レオン、ショーシャンクの空にと、あとなんだっけな、もう一個あんだよ。レオンでしょ、ショーシャンクの空にでしょ。あともう一人に、映画好きのにわかとか、にわか評論家が語るやつ、もう一作あんだよ。あとなんだっけな、レオン、ショーシャンクの空に、あとあれだ、フォレストガンプ、この3つを映画好きが語った時、俺、あ、こいつにわかだなっていう感じ。そう、フォレストガンプ、この3つは大嫌いな、俺、薄っぺらい。だから映画好きだって言ってる配信者でこの3つ出したら俺はもう話になんだよ。映画好きでも何でもない、こんなの。いや、映画知らない人だよ、映画見てない人。悪い作品じゃないけどね、いい作品だよ。あ、お前素人かよっていう。みんな知ってるタイトル上げてるだけじゃねえかよっていう。まあ、時計仕掛けのオレンジはさすがの俺でもちょっとよく分かんなかったな。時計仕掛けのオレンジ難しくない？あれは意味が分かんなかった。グリーンマイル、まあ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 面白いけど、なんか心に残るものはなかったね。ジャンルごとにあるね。だからさっきも言ったけど、ヒューマンドラマで熱い感じのなんかないって言われたら、俺はね、だから自分の個人的なおすすめはおすすめしない。どの映画が好きで、どういう系が好きかを聞いてからおすすめするっていうタイプ。そうそう、ジャンルごとに。いい作品ってあるから。だからまあ、サスペンスとか好きな人だったらね、まあだから、まあ難しいよね、映画って。その人が何好きかによって見方が変わるから。もう時計仕掛けのオレンジって言ってもさ、すげえ作品なのは分かるんだよ。全体主義と個人主義の比較っていうかさ、でその社会システムに取り込まれていくっていう様を描いていたりとか、最後のおめでとうとかもね、エヴァンゲリオンのねモチーフになってたりとかもするんだけど、好みの問題なんだよね、最終的には。そう、だからあくまで言えるのは、俺はこれが面白かったっていう言い方しかできないよね。俺が面白いと思ったものっていう。俺は個人的にはマイケル・ムーア監督が好きなんだけど、なんだろう、作品としても、うん、ブレイブハートが好きです。あの時代もののやつ、見てないな。てかね、最近もう全然映画見れてないんだよね。ちょっと映画も本数重ねないとと思ってて、最近ダメだね。漫画も新しいものを見れなくなってきて、もうね、見たことある見たことあるってなっちゃって、映画館行ってないな、
メル・ギブソン監督だ。ジュマンジとかね、子供の頃見たし、あれが気になったかな、あのなんだっけ、最近のやつだとあのアキラとか出てくるやつ、あとあのなんだっけ、ブレードランナーだっけとか、まああと俺がもう絶対見なきゃなと思ってんのがあれよ、なんだっけ、あの北斗の拳みたいなやつ、地獄のデスロードってなんだっけ、あれは見ないとなとか、なんかね、もう見なきゃいけない作品がいっぱいある。あとガンダムも見ないといけないし、溜まっちゃってるんだよね。年取るってやだよな、新しいもの受け入れなくて。マッドマックスだ。マッドマックスはあの俺が好きな評論家が全員大絶賛してる。あ、インターステラーも見ないとって感じ。もうね、ついていけてないの。要はね、俺が好きだった映画っていうの、これ10代のストックなので、20代入ったから会社経営しちゃってからもう全然見てないよね。だから今話してるストックって全部ね、もう古い映画ばっかりなの。だから最近ちょっと勉強不足だなと思って、あのちゃんと見ないとと思ってる。ダメだね、ちょっと映画好きを語るにはちょっと甘いよね。あ、やってたんだ。そうなんだ。俺ね、映画館デートで行くのあんま好きじゃないの。映画館は一人でね、ゆっくり見たい派なんだよね。ミッションインポッシブル分かったよ。でもね、俺多分嫌いだと思う。なんだっけな、あんまり多分好きじゃないと思うね、ミッションインポッシブル。なんかそんな感覚がある。ドラえもんは下手だね。ドラえもんとクレヨンしんちゃん下手な映画見るより全然面白いかんね。あれ何なんだろうね、監督めちゃめちゃ優秀だよね。ドラえもんとクレヨンしんちゃん描いてるやつなんか盛り込んでくるよね。何なんだろうね、あれなんであんなドラマチックに描けるんだろう、不思議だよな。実写とかでも通用するでしょうと思うよね。大人帝国かな。いや面白いよね、子供も大人も楽しめるっていう。むしろ大人をね、喜ばせに来てる部分とかあるよね。不思議だわ。ゴッドファーザーは何だろうね、あれ。あれはもうすごいよね。もうゴッドファーザーもう、なんつうの、なんだろうな。超高級料亭で過剰接待された感じ。もうお腹いっぱいですっていう。本当もう本当美味しいですっていう。なんだろう、あのゴッドファーザーのボリューム。かっこよすぎるだろ、あんなもん。あれはびっくりしたよな。あ、物語終わったわと思ったらまだ半分だったかんね。あれすごいよな。特に2になっても面白いっていうかさ。ET はまあ子供向けだよな。うん。ET は子供向けだよね。明らかに子供向けに作ってるし、大人が見るもんじゃない。いや、ゴッドファーザー面白いよね。シリアマフィアってこういうもんだっていうね。
シリア島にいるマフィアの話ですよ。あれは面白かったわ、ゴッドファーザーは。あともうこれぞ映画、これぞハリウッドっていうのはやっぱもうもう言わなくてもいいけど、もうあこんなのもう名作中の名作だわって思うのはさ、あのなんだっけデロリアンのやつ、あのバックトゥーザフューチャー、あれもう完成形でよくない？あれがもう完成形でしょ。嫌いな人いないでしょ。バックトゥーザフューチャー面白くないなんていうやついなくない？ダークナイトいいよね。ここにポスターあるよ、ダークナイトは。うん、バックトゥーザフューチャーのさ完成度よ、あれももうすごいよね。なんつうの、ダメなところがないでしょ。もう語るのもなんかあれだよ、嫌いな人いないんだもん。でもまあまあ3はいまいち、でもそれでもハイクオリティじゃん。1と2と比べてるじゃんそれって。いやー化け物だよなあれは。もう本当に化け物だと思った。もうあれは殿堂入りのレベルでしょ。もう見てなかったこと後悔したもん。何これみたいな。もう言うのも恥ずかしいよ、バックトゥーザフューチャー面白いって。2は好きじゃないんだ俺。3部作全部好きだわ、通して好きだわ。もうパーフェクトだね。逆につまんないっていうやつを探したいぐらいだもん。逆につまんないっていう人を探して掘り下げてみたい。いやマイケル・ J・ フォックスじゃないとダメだよね。一回別の俳優で撮ってるんだよね、中盤まで。で、やっぱりマイケル・ J・ フォックスじゃないとダメだって言って、あれ正解でしょう。うん。あ、安っぽいか、衣装が。ああ、いい、まあまあまあ、通な見方してるな。衣装が安っぽいっていう切り口が、ちょっといいね。インデペンデントデイは2回見たいと思わないけど好き、うん、俺それこそね、あのゼログラビティ見た時に映画の原点回帰だなと思ったよ。ゼログラビティは、うん、まさに映画そのものの原点回帰で、映画館で 見たかったっていう。 3D で初めてそう思ってた。ストーリーが面白いとかそんなんじゃなくて、もう映像に特化するっていう。あれは臨場感半端なかったな、ゼログラビティは。あれは多分家で見ても面白くない。家で見たんだけど、あ、これは映画館で見るべきだったなっていう。難しいよね、その家で見ても面白い作品と、映画館で見ないとわからない作品ってあるじゃん。難しいよな。一回風呂入ろうかな。どうしよう。一回お風呂入ろうかな。どうしようかな。もうこの時間だもんな。弾丸塾の映像を作りに行こうかな。おい、サンドロブロックのスピードが好きなんだ。見てないっすね、すいません。風船ありがとう。サムネ可愛くなったね、綺麗なサムネで。おはよう。スピードは面白いんだ。スピード面白い。
まあね、見なきゃいけない作品いっぱいあるんだよね。キアヌ・リーブスの出世作「スピード」、あ、見なきゃね。俺ね、新しいね、007好きなんだよね。カジノロワイヤル、めちゃめちゃ面白かった。まあ、007全然見てなくて。新しい、今の俳優さんなんだっけ？あの人から好きになったんだよね。映画はいいね。映画はいいね。なんか、こう、いいよね。なんか、いいですよ。なんか現実逃避ができるのに、本当に映画は現実に影響を及ぼすんだよな。スペクターも良かった。あのね、カジノロワイヤルと4作目がすごい良かった。カジノロワイヤルで大ファンになって、めちゃめちゃ面白いじゃんと思って。で、4作目もまあまあ面白いなと思って。映像、多分ドローンなんだけど、冒頭が。すごい映像綺麗で。ダニエル・クレイグだ、ありがとう。スペクターって4だっけ？ 4 だっけ？おはよう、アイテムありがとう、パプリカ。映画で学ぶことあるよ。うん。1日3本も見てたの、すごいね。いいですね。プリティーウーマンは母親が大好きでよく見てたよ。子供で見せられてたんだもん、プリティーウーマン。ジュリア・ロバーツね。可愛かったよね。ピアノでパコるシーンとか子供ながらにこれ大丈夫なの？お母ちゃんと思ってたよ。プリティーウーマン。あと家にビデオホームアローンがあったな。あとボディーガードが母親好きだったな。ボディーガード大好きだった。ボディーガード俺見てないんだよな。ねえ、なんだっけ、めちゃめちゃイケメンの、なんだっけ、かっこいいよね、笑顔が素敵だよね。ねえ、心に残る作品っていうのは少ないよね。胸を打つ作品、そういう作品はいいです。